奄美大島の龍郷町は本場大島紬の盛んな町です。東シナ海に面した龍郷、アンキャバ、エン、カド、アキナなどの集落は冬場には北からの強い季節風を受け波が荒いため荒場地区と呼ばれています。海が荒れて漁に出られないため人々は家の中で織り上げる大島紬に収入の道を託していました。アキナ、エン、カドなどの集落には昭和30年から40年にかけて与論島や徳之島などからもお利口さんが出稼ぎに来ていました。アキナ集落には肥後の問い水と呼ばれる小川があります。大きなガジュマルに囲まれた静かな場所で、その近くにはかつての養蚕小屋と織物小屋の跡地が残っています。大島紬のふるさとです。地元ではゆうちゃんぐやと呼ばれ、養蚕はノロと呼ばれる女性たちがやっていたそうです。奄美の島々が薩摩藩の支配下に置かれていた江戸時代の1861年頃のことです。近くに住む人々の話では、肥後の問い水は年中水を絶やさず、その水を飲むと美人になると言って女性に好まれたそうです。